安中駅は、群馬県安中市中宿にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道新越本線の駅である。単式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。1番線と3番線があるが、かつては、単式、島式ホーム2面3線で2番線が存在していた。 直営駅で群馬八万駅横川駅間の各駅を管理する。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替としてもしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年に営業終了し撤去された。指定席券売機、スイカ対応自動改札機が設置されている。駅構内と専用線、JR 貨物の駅はシャーツ貨物の取扱い駅となっている。 駅の南側にある東方亜ん安中精涼所への専用線があり、福島林海鉄道宮下駅から常磐線泉駅を経由して、亜園焼港、亜園成港輸送が行われている。亜園成港は時2万5000経過車、亜園焼港は多期1200経過車が使用され、同一の貨物列車で輸送されている。前水駅への酸輸送も行われていたが、 2008年に廃止された。かつてはコンテナ貨物も取り扱っていたが、利用減少に伴い1998年10月より、倉賀野駅へのトラック代行輸送に変わり、その後1999年4月1日からトラック代行輸送も廃止され直接、倉賀野駅で周廃するように改められた。JR 東日本によると、2020年度の1日平均の 乗車人員は1349人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅越しに東方アエン安中清連署を望む駅前にはロータリーがあり、バスとタクシーの乗り場となっている。北陸新幹線の安中春名駅とは7キロ、離れており、同駅までのバスが発着している。当駅がある場所は、 旧安中宿に近いわけではなく、旧中仙道の板花宿と安中宿のほぼ中間に位置する。当駅から北東方面に向かうと板花宿があり、西に向かうと安中宿がある。いずれも古い宿場町の風情を残した町並みはあるが、当駅付近には旧中仙道の風情はほとんど残されていない。ありがとうございます。